こんにちは、今日もですね、頑張ってプロテニスフォーラムやっていきたいなと思います、前回はですね、意図的な練習を1万時間しっかりやっていこうと、そうすると10年かければ、グランドスラムに到達できる、今の平均練習時間はですね、だいたい3時間、やはり25歳から30歳の間でも、いろんなことが変わってます。高校は通信制、単位制がありますし、フリースクールも義務教育化に変わりました。そういったことから考えると練習時間を増やすことが可能になっています。あと遠征もですね、みんな結構いろいろ行っていますので、いろいろ今の状況を考えるとだいたい22歳、23歳ぐらいにですね、グランドスラム到達できるんじゃないかというお話をしました。そしてその中には、夢、目標シートならんですね、何か、潜在的な実力を構築するための見える化、それをすることで、意図的な練習ができるんじゃないか、それをですね、できたら、自分で考える、わからない症候群が多い中でしっかり自分で考えて取り組んでいく、その時に考え方としては 5W2H、 これをしっかり、考えていけば潜在的な実力、今自分がやらなければならないことが分かってくる、それをですね、PDCA に乗せて回していけば、今の状況を見てだいたい22歳から23歳ぐらいが、いいターゲット時期なんじゃないかなというお話をしました。我々もですね、そういった考え方をもとに、平均3時間とか土日になったらですね、朝の9時から12時まで、そして1時から、夕方5時、6時までできますので、少しずつですね、到達期も、最短になっているんじゃないかなと思います。今日もですね、日曜日朝の9時から12時まで練習してご飯を食べた、その後、これはですね、石川というタワーがありまして、ワールドアスリートクリエーションセンターの横に川が流れてるんですけど、そこでですね、遊んるんですね。お昼食べた後なんでね、次の練習入る時のなんかこう体、脳のウォーミングアップをしているわけです。私はですね、その時間を使って今こうやって皆さんとお話ししているわけなんですけども、これはあくまでもきっかけですから、できたら皆さんもですね、いろんなお話を積み重ねてグランドスラムを目指したいなと思っています。昨日は滋賀県長浜ドームに行ってまいりました。これはですね、関西小学生大会、これでベスト8ですかね、ベスト4に入れば全国大会に行けるという大会です。ここで育っている選手もですね、2名出たんですけども、惜しくも、全国には届かず負けてしまいました。でもですね、潜在的な実力、夢、目標シート、ここに書かれているですね、サーブの強化、それからストローク、バックハンド、フォアハンドもふかす、これをなんとかせなあかん、十分ですね、実力上がっていることが分かりました。すごい頑張ってましたね。ただ、これはですね、負け惜しみに感じるかもしれません。しかし彼女彼らはまだ小学5年生や6年生、これから十分、結果が出る可能性があると確信しました。私はですね、常に、高い目標を持って取り組めば必ず、グランドスラムに行けると考えていますので、前回お話ししたそういう1万時間の法則、それただやるだけじゃなくて意図的な練習をですね、さらにやっていきて、グランドスラムまでやっていければなと思っています。ただ大事なことはですね、目先の結果も大事です。やっぱりプロになりたいと思わせるためには、何か全国大会で、ベスト4とかね、優勝させるだけのですね、我々の力も必要ですので、その辺はですね、しっかり考えながらやっていきたいなと思います。その、関西小学生大会の会場で、大先輩にお会いしました。あ、
久しぶりですねってお話ししたいんですけども、向こうはですね、そうでもないよ、いつも見てるからということで、YouTube 見てもらってるんですね。先輩ありがとうございます。先輩とはですね、試合会場で結構いろんなお話を聞かせていただきまして、その中に勝負の厳しさについてもお話をさせていただきました。今日はですね、勝負についてちょっとお話ししたいなと思います。先輩とは勝負についていろんなお話をさせていただきました。でその中にですね、やっぱり人間性だよなっていうお話が出たんですけども、確かにまあ人間性はあると思うんですが、私はですね、今のこの小学生もしくは中学生、もっと言ってみたら高校生、そんな人間性で勝てるかなというふうに考えてるんですね。人間性の定義いろいろあると思うんですが、まあ人間性がなくてもですね、ちょっと上手ければ今のジュニアは勝てるんじゃないかなと考えています。ただ何が大事かなと思った時に、やっぱりそのモチベーションだと思うんですよね。テニスを何のためにやっているか、これはですね、進学のためにテニスをやっている、それから、プロになるためにテニスをやっている、もう一つ夢や目標のためにテニスをやっている、じゃあこの2人がですね、対戦したらどっちが強くなるんかな、もしくは将来性どっちがあるかなって考えると、やっぱりですね、プロになりたいと思ってるとか、夢はグランドスラムだって言ってる子の方がですね、絶対勝つんじゃないかなというふうに考えています。だから人間性ではなくて、今のところジュニアの間はモチベーション、その夢や目標がどうなっているか、それがですね、結構この勝負の分かれ道になっているんじゃないかなと思います。それから、勝負の世界は結構やっぱり難しいですよね。勝つか負けるか、これは紙一重だと思います。実力はですね、そんなに変わらないんじゃないかなと思うんですが、やはり勝つ選手と負ける選手がいる。でもそれもですね、勝ち続けるのは結構難しい。前は勝ったけども今回は負けた、こういうことは結構あります。どういうことが言えるかというと、勝ち続けるっていうことは難しいかもしれませんが、勝つという勝率を上げるということはできる、ということがですね、分かっているわけですね。なぜそんなことが言えるのか、それはですね、この本をちょっと紹介したいなと思います。勝負の、林先生が書かれた本なんですけども、この本はですね、勝負におけるその脳の使い方とか、まあ、脳が体を動かすわけですから、そのつながりを、この本の中に書いてあるわけですね。私は前回お話ししましたが、ちょっとこう心理カウンセラーみたいなことができると、メンタル心理カウンセラーの資格を持って、まあ、いろんなことに興味を持って育成に役立てたり、例えばグリッドというような考え方、それから、目的論という考え方とか、まあ、いろんな考え方があると思うんですが、やはりそのいろんな人の話を聞いたり見たりするのはいいかなと思っています。その中でこの勝負のという本、すごい興味のある内容が書いてありました。その勝負の書かれているですね、内容について私が感じるところを今日はお話ししたいなと思います。勝負脳の中に書かれている中で、私がすごい興味があるのは、反省、そして課題発見、改善、これがですね、非常に大事だということが分かっています。当たり前なんですけども、意外と難しいしできていない。これはですね、リアルタイムが一番いいんじゃないかなと思います。例えば、朝練試合会場行ったらやります。やってない子もたくさんいますが、絶対やった方がいいと思いますね。それからその試合が終わった後の練習、これがすごい大事だと思います。試合が終わった後しっかり反省しているか、それからその反省した後課題発見できているか、そしてしっかり改善できているか。勝負の世界というのは先ほど言いましたが、勝ち続けることが非常に難しいです。
しかし勝率を上げることができる。ただですね、しっかり、反省して、勝っても負けても反省、勝ったとしてもですね、勝ちの中に、反省することで課題が出てくると思います。当然負ければ多くの、課題出てくると思います。このですね、課題発見から改善がですね、非常に大事であると書いています。例えば我々の、はですね、まあ、こういうふうにプレーシートというものを用いて、反省それから改善するようにしています。これはですね、ミスの数、それからポイントの流れ、そしてゲームの流れ、これをですね、しっかり保護者に記入してもらいます。これをもとにですね、一体どんなミスが多いのか、それからポイント、例えば 40-50 までいってるのになぜ、挽回されてゲームを逆に取られているのか、そして、4-1 までリードしてるのに 4-4、4-4 から4-6になって6-6、そこで、どういうプレーをしているのかというのですね、具体的な内容についてこのシートに書かれています。やはり、我々はアドバイスするときは具体的にやっぱり話をしてあげないとわからないことが多いですね。選手の中には今日どうやったって聞くとですね、いや今日はちょっとこうフォアのミスがなんか気になりましたって言うんですけど、プレーシート見ると明らかにバックのミスが多いわけですね。そういったふうにですね、選手のちょっと感じていることと実際は違ったりします。それをですね、後からやるんじゃなくてリアルタイムでその場でですね、してあげる、課題発見、改善してあげることで次の試合、よりいい試合ができるようになってくると思うんですよね。まあ、失敗は成功のもと、それから成功は次の成功の糧、というふうな言葉があると思います。これをですね、実現するには、まあ、こういった、シートがないとですね、なかなか難しいんじゃないかなと思います。だから、その勝負の中に、まあ、そういったエビデンスという言葉があったと思うんですが、そういったものがあることで次の成功に導けるわけですよね。選手にとっても、我々にとっても何が怖いのか、何が不安なのか、何が困難なのか、これはですね、負けることではないですね。大事なのは負けた時、勝った時にどうして勝ったのか、どうして負けたのか、これがですね、分かっていないことが一番怖かったりするわけですね。逆にその勝因敗因がですね、分かってる、これはですね、次のモチベーション、次頑張るぞという気持ちをですね、しっかり作り上げることができますので、そういった活動、まず具体的にしっかりとしたエビデンスのようなシートがあるかどうか、それからですね、しっかり反省して課題発見改善やってるかどうか、それをリアルタイムでできるかどうか、だからですね、やはり試合会場は引率するコーチがですね、言ってあげないといけないんじゃないかな。我々の課題はですね、今なかなか引率することができない、それをですね、なんとか改善していきたい。そうすることで勝率はどんどん上がっていく。勝負の世界、紙一重、その紙一重の部分、できれば勝利の方に持っていきたい。それはですね、我々の課題もありますが、選手しっかり反省して課題発見、そして改善できているか、そういう部分がですね、非常にその勝率を上げるために必要であるというふうに、私はその本文で感じています。それからですね、勝負の世界は紙一重、じゃあどういった部分でこの勝ちの方に持っていけるか、これはですね、やっぱり日頃の行いが非常に大事なんじゃないかなと思います。勝ちたいと思うのは簡単なんですね。ただ勝ちたいと思うだけのことをきっちりやっているか、これが非常に大事だと思います。例えば我々の環境でいうとですね、必
勝ちたいと思っている選手、もしくは僕は私はグランドスラムに行くんだという選手がですね、ボールを拾うときだらだらボールを拾ってやっていくのか、それともですね、率先してボールを拾って、次の練習に入ろうとしているのか、これでは全然違いますよ。日頃の行いを良くするというのは自分の夢や目標に対してしっかりとしたそれに値する活動、行動、言動をですね、しっかりやってるかということが非常に大事だというふうにも書いています。これはですね、実は日頃の行いを良くしていくことで、こう見えない力がですね、どん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 蓄積していってるわけですよね。その蓄積された見えない力、まあ、見えない実力、これがですね、ここっていう時に出るわけなんですね。ただ、何もしてない人がいきなり見えない力を使うぞって言ってもなかなかそれは出てこないと思います。だから日頃の行い、勝ちたい、グランドスラムに行きたいという思いに値するだけのことをきっちりやることで、見えない力がどん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 溜まってくる。そして紙一重の勝ちの部分を掴もうとすれば、ここぞという時にその見えない力が働いていく。これはですね、私もちょっと経験があるんですけども、ランナーズハイみたいな感じ、何を打っても入る感じ、どんなボールも拾える感覚、そんな感覚をですね、味わった経験があります。これは、振り返ってみるとですね、とにかく練習追い込んでました。いろんなこと、勝つためには一体何をしてればいいのか、その時選択があるわけですね。楽を選ぶか、しんどい方を選ぶか。例えばトレーニングやります、ダッシュ10本やるのか、ダッシュ15本20本やるのか、それはですね、やはりその時の思いに値する20本、ダッシュ20本の方を選んでいる。そういった時というのはですね、こう気持ちがどん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 強くなってきて、見えない力がですね、溜まっていってるわけですね。そうするとここっていう時にその見えない力を発揮できるようになる。これがですね、勝負の分かれ道になるというふうに思います。それから、その勝負脳の本の中にはですね、トップアスリートというのはいいイメージもあります、でも悪いイメージも持ってるんですね。万が一悪くなった時、その時どうするのか、諦めるのか、そういうことではなくて、悪い中でもしっかりこっちに持っていけるようにですね、何かしらの、ルーティーンを持ってるわけなんですね。脳というのは、体というのは不思議ですから、どんなに調子が悪くても言動によってこっちに持っていくことができるんですね。これ難しいのが、試合中にそれができるのか、それもですね、普段からの訓練によってできるようになってくると思います。良ければそのままいけばいいんですけども、良くてもですね、急に悪くなる場合もあります。ただ悪くなった時にどういう言動をするかでこっちに持っていくことができるので、トップアスリートはですね、良いイメージもあれば悪いイメージもある。ただ悪いイメージの時に、なんて言うんでしょうか、危機管理メニューみたいなものがあるわけです。でそれをすることによってこっちに持ってこれる。でそれをですね、その場でやるわけですね。これがすごいと思います。悪いイメージも持つ、良いイメージです。そして悪くなった時、何か自分の言動によってこっちに持ってこれる。これをですね、トップアスリートは持っているわけなんですね。勝負の世界、勝つためにはですね、いろんなことをやっていかないといけません。先ほどお話ししました、言動によって良くしていくとか、それからエビデンス式の何かそういう反省する材料、そしてそこから課題発見、改善をできたらリアルタイムでやっていくとか、そういったいろいろやらなければならないことがたくさんあります。ただこれもですね、やっぱり見える化して頭の中を整理してやっていけばいいのかな。もう一つはですね、やっぱり勝つためのルーティーンをきっちり作っていけばいいと思うんですよね。
勝ちたいのにですね、なんかこう試合会場行くと、朝練はやっていない、それから試合前もなんか友達とぺちゃくちゃ喋ってるだけ、なんかそんな状況の中でじゃあどうやって勝っていくんだって思いませんか。やっぱり勝ちたいなとか目標が高ければ高いほどそれに担う行動形態をですね、当日もしくはその前日その前からずっと積み重ねてやっていかないといけない。私もですね、以前ある優秀な選手見てました。その選手もなんかこう優勝する実力はあるのに、いつもベスト16ベスト8で負けちゃうんですね。なんでかなと思って試合会場についていきます。そうするとですね、やっぱり勝つための行動形態ではないんですね。なんかこうたらったら歩いてる感じとか、会場についても一向に動こうとしない。やっぱりですね、会場にはいち早く着いて、試合入る前にしっかり走るとか素振りをするとかちょっとしたトレーニングをするとか、そういったことをですねきっちりやっていかないといけないのに何も動こうとしない、いきなり試合に入っていくような感じ、それでは実力発揮はできない、優勝もすることもできない。それをですねちょっとこうチェックしまして、見たんですね。で改善しました。そうするとですね見事全国大会優勝しちゃったんですね。まあ、そういう感じでちょっとしたことなんですけども、勝負の世界紙一重ですから、どっちかにちょっとしたことで転んでしまいます。もし勝ちたいという気持ちがあるならちょっとしたことをどん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 やっていきます。そうするとですね、なんかやっぱり先ほど言いましたようなこう見えない力がどんどん溜まっていきます。それをしっかり試合で使えるようにしていけば、勝負の世界勝負の厳しさの中で勝率を上げることができる。これはですね、この勝負のという本を読んで強く感じたことです。だからですね、今の試合会場を見に行ったらまだまだ鬼ごっこやってるジュニアたち多いですよ。そういうのはですねやめて、黙々と試合に勝つための行動形態をとってですね、頑張ってもらいたいなと思います。次は我々関西ジュニアちょっと頑張りたいなと思いますので、しっかり勝負の期待とやっていきたいと思います。